はい、こんにちは。今回は歴戦のエビル城の流血者の地、ガンナーの格差祭り、こちらで非常に簡単に討伐できる方法をご紹介します。普段の装備と、アイテムですね、ちょっと異なりますので最後に説明していきます。まず始まりましたら、鬼人アップグレード、これを飲んでいただいて、秘薬を飲んでおきます。肥やし弾をセットしておいていただいたら、その前エリア8に向かいます。今回初期スタートが2人とも同じエリアですけども、ドドガ丸が同じこのエリアにいる場合には少し異なります。ドドガ丸単体でこちらにいる場合には肥やし弾を投げて逃がしてあげます。この右上からここですね、ここから来る場合があるんで、こちらの方も逃がしてあげます。ビル上ですけども、数回ドドガマルを叩きつけたら、そのまま口から離します。離したら肥やし弾の方を打っていきます。アイテムの方は落とし穴にセットしておきます。あと1回ですかね。この後におそらく投げつけますね。はい、そしたらこちらの方に小足弾を打っていきます。次に、落石の方、落石に落とし穴を仕掛けます。睡眠台に切り替えていただいて、イビル城が入るまで待ちます。これ入るまで武器出す必要ないです。結構時間がありますので、確実に入ってから武器を出すように。正面を避けていただいたら睡眠弾を打っていきます。寝たら睡眠弾を再セットしていただいて、こちらの爆弾、こちらを尻尾の後ろ側ですね、少し離していただいて置いていきます。粉塵と怪奇の種、こちらを飲んだら落石を落とします。そのまま流撃弾で爆弾とダメージを与えてきます。で、同じようにもう一発与えてきます。そうしましたら調合の方を全て済ませていただいて、もう一箇所、今正面に見えるこの落石ですね、この下に同じように仕掛けていきます。すぐに仕掛けるのではなくて、イビル城がこうある程度攻撃がしている余裕ある中で仕掛けた方がいいです。この落とし穴を仕掛けた間にダメージを受けてしまいますので、余裕を持ってやっていきます。また入ったら正面を避けて睡眠弾を打っていきます。装填の方をしていただいて、同じ位置ですね、大体この辺にセットしておきます。落石を落としたらそのまま流撃弾を打ちます。流撃弾を打ち終わりましたら、スリンガーを閃光に切り替えます。弾の方は拡散、閃光弾を当てたら少し離れて、一番長いレンジ、ここから拡散を打っていきます。これは多分ガチャプーですね。そのまま流液弾で起こします。
そしたらまた先ほどと同じように閃光玉を当てていって、これ閃光玉が豪華4発しか受けませんので注意ください。同じように長いレンジから打っていきます。あと2発ですね。あと2発閃光玉を投げていきます。これがラストだったかな。3発目そしたら弾の方を隅にセットしていただいて、ドドガマルが来た場合にはすぐ逃がします。同じように加えてるときは何もせず見守ってあげてください。そしたら小林さんをこちらに投げていきます。今回イビル城に当たってしまったので、そのまま追いかけます。最後の閃光玉ですけども、投げたら効果切れてますね。そしたら、睡眠玉を打っていきます。できれば、最後の閃光玉4発目の時に閃光玉を荒れていくようにしていきたいです。本当であれば閃光玉の時に投げますので、今回の手順はちょっと間違えてますね。口のところにセットして麻酔弾を投げておきます。でこれ拡散打てば入って終わりですかね。場所が間違えましたけど、多分入って終わりだと思います。こんな感じですね。通常でしたら閃光玉を投げて睡眠を取ったら、流撃を途中で寝てしまったのでそのまま流撃弾を打ちましたけども、寝て流撃弾を落とし、打っていただいて罠で麻酔玉で終わりです。で今回不動の装備を持ってきてるんですけども、落とし穴用です。最後の罠を仕掛けるときに、落とし穴ダメージ食らってしまうのが怖いので不動を着て落とし穴仕掛ける形にしています。時間の方が8分15秒ですね。だいたい7分ちょっとでできると思います。今回2回加えたので、その部分で時間がかかってしまったと。あと装備とアイテムの方ねご紹介していきます。今回の流血種の地で何が、違うかというと、ドドガマルが、結構積極的に攻撃してくる点ですね。なのでこちらを肥やし玉で逃がしてあげるというのが結構重要になってきます。で閃光玉の効果が変わりましたのでそちらも対応が必要です。でまず装備の方ですね。スキルの方が攻撃が3、属性解放3、
フルチャージが3、砲術が3、威嚇が3、属性やられが2、強化持続が2、挑戦者1、ひるみ軽減1となっています。何が違うというと、こちらですね、威嚇の、ものが違います。威嚇をつけておくことによってガイジャブートの戦闘に、ならないという状態ですね。イビル上には攻撃、たまにしてくれます。ただ睡眠の時にね、起こす可能性もあるので、注意が必要です。法律の弾がなくて攻撃があるよという方は、5隻の方に法律、こちらの方に攻撃をはめていただいても大丈夫です。もちろん法律が足りないという場合には、余ったスロットの方に攻撃をつけてもらえれば、同じ状態になります。個体差が最大の状態になると今の手順で少し足りなくなります。その場合には武器を変えていただいて、攻撃をしてもらえれば、すぐ終わると思います。次にアイテムですね。まず爆弾セット、小屋子弾、捕獲玉、回復薬、閃光玉のセットで、一応戻り玉ですね。で、罠セットです。こちらはしびれ罠よりも、こちらの方がいいです。で、今回ちょっとしびれ罠、持っていってなかったんですけど、持っていければ、持っていった方がいいです。ここの、余ってるところですね、こちらにしびれ罠、こちらを持っていくと、より安定します。最初の睡眠弾を打つときには、落とし穴の方が効果長いのでおすすめです。鬼人の関係ですね、攻撃力を上げる関係、守りの護符と、力の爪、増強剤と、弾を増強するためのものですね。で、拡散のレベル1から3、睡眠のレベル2と睡眠のレベル1で流撃弾です。これを全部打ち終わるとちょうど捕獲できるという形になっています。最後の捕獲はしびれ罠でいいと思います。装備の方が、挑発の装備と不動の装備、不動は、捕獲用になります。普段最初に切るわけではなくて、捕獲の時に使います。お供の方は、麻痺の武器を持たせています。めったに麻痺しないんですけども、1回麻痺するだけでかなり、飛ばし時間が早くなりますので、こちらの麻痺の方がおすすめです。食事の方ですけども、こちらの肉定食、こちらを飲んで、食べてもらえれば、最初に飛躍を飲んでスタートと、こちらでも、全然同じようにできます。アイテムポーチですけども、並び替えの変更ですね、こちらから三角を押していただいて、こちらで並び替えが可能です。特に装備系と、爆弾、罠、ここら辺をワンセット同じにしておくと、やりやすいと思います。例えばこの攻撃系の増強ですね、こちらをまとめておくとか、このスリンガーの閃光弾と小屋子弾、これを入れ替える近くにしておくとかなり安全にできます。瓶の入れ替えもありますので、こちらの R1、 これで入れ替えていただいて、ここの流撃弾、これとこの通常弾、これを横並びにしておくとかなり安定します。ぜひ試してみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったら、いいねの方とチャンネル登録の方お願いします。